いいの？押さなくて。あ。やっちゃった。やっちゃったこれ。やっちゃったなこれ。やるらと。Let's go。Go。なんで今ハイウールコント。お願いします。お願いします。ミュートにします。さあ、あれと一だ。げん、つなざめ。ストレージでアルトさんが死んでました。ストレージのどの辺で？ストレージのね、エレクトリカルにつながる廊下のもうすぐって感じですね。じゃあ停電直しに来た人が やった感じですか？じゃあアルトさん、最終的に見た方は？最終じゃないです。最初ウェポンで作業やってたの確認した、ね、てかエレクトリカルの方に来てたの？自分は全く分かんないけど、どうやったかな。だったら暗闇のわちゃわちゃで殺したのか。そうそうそう、で、うん、エレクトリカルにその後直しに来たからっていうアリバイ作り。エレクトリカルが壊れていて停電始まって、うん、僕は左側から来てるんですよ。つなざめさんミュートなってますよ。本当だ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。多分、ね、エレクトリカルに最後に入ったの自分なんですけど、一体なんですけど、はい、その時の向かってる時にはなかったから、多分殺してコミュニケーションとかの方に逃げたのかなって感じするんですけど。どこから来たんですか、一田さんって。僕はウェポンからカフェテリア取ってストレージ通ってエレクトリカルに入りました。なるほど。で、多分停電直してエレクトリカルに入って、はいはいはい、てかアドミン序盤見てたんだけど、ウェポンの方になんか 4,5 人行って、アッパイ人とかリアクターとか違うと2人ぐらいしかいなかったよね。ウェポン行った人洗いますか、あ、すいません、スナパイさんと自分行きました。僕も行きましたね。リンさんも行ったね。ウェポン行ってない、ま、ウェポンピカクロス行ってます。なんならその後オーツー行きました。ピカクロスさん、あ、そう4人か。竹尾さんはいなかった。竹尾さんは見てないな。竹尾目撃情報は誰からもないんだけど、ピンクとオレンジは見えた。左も全然あり得るかなっていう。あ、ピンクいたってなったら、いや、いなかった。左はコルベッド米からいたから、その間に通過してる。竹尾くんどこにいたんだ。原田さんアドミンあたりにいたよね。てか停電の時と原田とほぼ一緒にいた。体が重なってるぐらいの感じで。スキップスキップ。正直原田が多分白く見えちゃってるな今。死体上がってますからね。うん、2人でいたっていうのは重要っすね。アドミンから停電直しにほぼ2人で重なっていったっていう。どっていい。誰も押さないんだ。いいの？押さなくて。あ。やっちゃった。やっちゃったこれ。やっちゃったなこれ。バレてないの？え、バレてない。これバレてない。バレてないの？ちょっと待って。笑い曲マジかよ。
バレてないのマジかよこれ。嘘だろ、間違えて入っちゃった。うお見事。はははは。あら終わっちゃった。早いな。早くない？早いなやっぱり。いや見事だなこれ。そっか、途中で2キルさらにして終わりか。いやすごいなこれ。砂田さん今気づきました？僕あのリアクターでってことだよね。あのなんかあのリアクターの左上でタス、うん、なんかタスクが一応マップに表示されてたんでタスクやってるふりしようと思ったら間違えて弁当スナパイ、あ弁当スナダメさんの目の前で入っちゃって。弁当あそうなんだ。あやべえと思って殺す。12345のまあれが開いてたんで多分見えなかった。それに隠れて、そうそうそう、それでやべえと思ってとりあえず殺そうと思ってたら原さんがマスターいて、うん、終わったと思ったら全然レポートされなくて。あ実はね、センタンがセンタンがリアクターから出てった後僕が弁当から入って殺しました。うわマジか。そうだからリアクターに死体あるはず。そうリアクターにゲンさんと砂ザメの砂ザメの死体の真下にすぐゲンさんの死体があってみたいな。 うわそれ天才すぎる。砂パイさん俺の死体見てちょっと黙った後そのまま上行くのやめてもらえませんか。やばこっちに抜けたら疑われると思って戻っちゃった。センターが俺殺した後に砂パイさんが俺の死体に。砂パイさんがやっぱ殺してたの。殺された。竹雄さんは左で行ってたの。そうだよね、だって左に行ったのもう砂パイさんしかいなかったからさ。だから、まあ、そうですね、目撃情報がない以上僕は容疑者だったですね。いやだから砂パイさんかなと思ってたけど、あれだけでじゃあなんか追放するかっつったら無理だなと思ったんで。ああいう時って皆さんどうします？私もう一回ボタン結構押したい派だったりするんですが。あいいと思いますよ、うん、ありですか？全然それはあり。まあ結果的にさっきの試合はスナパイさんを殺さなかったからこんなに殺戮が起こってしまったっていう。いやまあでもどちらかというと多分スナパイさんのキルがうまかったんじゃないかなって気がするんですよね。ゲンさん多分キルが入ってるからリポートがなかったと思うんで。確かに。まあでもなんか左に行った人を消去法でみたいなことやれば、まあ、もうちょっと議論は煮詰められたような気はする。左に行ったかどうかが誰も分かんない状態だったあれでも、ね、あのアドミンで原田がなんか2人いたのを見たとかなんとか言ってなかったんで、うん、いやまあそうだから消去法でだいぶウェポンにいなかったっていうのみんなのあれがない限りはって感じかな、うんうん、私田さんもそうねピンクとオレンジ右上で見たって言ってましたからね、うんってなると、で原田と自分はほぼ一緒にいたから多分お互い白確定でみたいな感じの議論の進め方だったらなんとなく絞れはしたけど、でもまあ追放まではいかなかったな。それでも逆に砂田さんあそこにアドミン見なかったの？いやアドミンには寄ってな寄らなかった。ストレージの右下あたりでなんかゴミ捨てようと思ってたら停電が起こって、あとは原田とずっとぴったりみたいな感じだったはず、行動の順序としては、うん、よいしょ。いやー見事でしたわ、うん、早かったな、うん、リアクターが血の海でしたわ。リアクターにで多分全合計3下やるんですけど、うん、原田さんがセキュリティから出てきて下降りてたのが助かりましたね、うん、うーんもう一回戻るべきだったのか。いやいっぱいいたからいいかなと思って。